皆さんおはまか。夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城もかです。今日は11月26日、誕生花はグラジオラスです。グラジオラスには密会、用心、思い出、忘却、勝利といった花言葉があります。グラジオラスには色ごとに花言葉があり、赤いグラジオラスは頑固、用心深い。ピンクのグラジオラスはたゆまぬ努力、ひたむきな愛、満足。紫のグラジオラスは情熱的な恋といった花言葉を持っています。お花の名前はラテン語のグラディウス、剣が語源で、葉っぱの形が剣に似ていることが由来です。英語ではその葉っぱの形からソードリリー、剣の百合とも呼ばれているそうですよ。アヤメ科の植物で、他にも東照部やオランダアヤメとも呼ばれています。古くから改良が盛んに行われているお花で、現在は1000以上の品種があるそうです。主に今で回っているグラジオラスは夏咲きといった品種で、春に植えて夏に咲きます。凛として勇ましさを感じるので、フラワーアレンジメントでは主役としてもアクセントとしても使われていますよ。花びらの一つ一つを外した後にワイヤーなどでつなげて、ボタンのように大きな八重咲きの花に見せるブラメリアといった手法もあります。もしよろしければ調べてみてくださいね。知人に誕生日の方いらっしゃいましたら、おめでとうと感謝の言葉を伝えください。それでは花城もかでした。今日も素敵な一日を過ごしくださいね。いってらっしゃい。